ウォード軍はアメリカ合衆国ノースダコタ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6万1675人であり、2000年の5万8795人から4.9%増加した。軍庁所在地は州内第4の都市マイノット市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。ウォード軍はレンビル軍。 マクヘンリー軍と共にマイノットショートを構成している。ウォード軍は1885年にダコタ巡州議会が創設し、軍名はこの年の会期で巡州会員軍委員会の委員長を務めたマーク・ウォードにちなんで名付けられた。軍政府は1885年11月23日に初めて組織化され、軍庁所在地はバーリントンにあったが、 1888年に、現在のマイノットにある。ウォード軍の領域には、現在のバーク軍、マウントレール軍及びレンビル軍が含まれていたので、その広大な領域は、インペリアルウォード軍と呼ばれることが多かった。バーク軍とレンビル軍が分離した時、両軍は、ケンメアの町が、域内に入ることを望まず、また、ケンメアが、軍庁所在地になる危険性を避けたので、ケンメアは、 ウォード軍の中に残り、現在の細い首が伸びたような領域となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2056平方マイルであり、この内陸地は2013平方マイル、水域は43平方マイルで、水域率は2.11%である。軍の土地の大半は平坦あるいはうねりのある、平原である。南端の方には、 数多い小さな湖が散在しており、スーリス川流域や坂上や湖にも水は流れていない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらず全て死になる歴史的地域。ありがとうございます。